シクロホスファミドはアルキル化剤に分類される高悪性腫瘍剤免疫抑制剤である。製造販売元は塩野義製薬で商品名はエンドウキ酸。初の抗がん剤ナイトロジェンマスタードの誘導体としてドイツで開発され、同じく日本で開発されたナイトロジェンマスタード誘導体ナイトロミンに代わって広く用いられることになった。プロドラッグであり、 肝臓で代謝され、活性を持つようになる。水やエタノールに、火曜のアルキル化剤で、DNA 構成を阻害する。また、抗体酸性中の b リンパ球の増殖を妨げるので、免疫抑制作用があり、臓器移植時の拒絶反応を抑える、免疫抑制剤として使われるほか、抗原病の治療の際のエンドキサンパルス療法などで、使用することもある。 世界保健機関の下部組織による EAR ク発がん性リスク一覧のグループ1に属する。人に対する発がん性の十分な証拠がある。下記疾患の自覚的なびに多角的症状の寛解。以下の悪性腫瘍に対する他の高悪性腫瘍剤との併用療法。下記疾患における増血幹細胞移植の全治療。治療抵抗性の下記リウマチ性。 疾患ネフローゼ症候群2011年9月より適用となった19番。褐色細胞種2013年3月25日より高知申請によって薬事承認された61番。ショック、アナフィラキシー様症状、骨髄抑制、出血性膀胱炎、肺尿障害、イレウス、胃腸出血、間質性肺炎、肺炎異症、心筋障害、 心不全、氷尿ホルモン不適合分泌症候群、皮膚粘膜癌症候群、中毒性表皮へ死肝機能障害、横断、急性腎不全、黄門筋誘解症。ありがとうございます。